大新オレンジは、日本中央競馬会に登録されていた、競争馬である。馬名の由来は、冠名オレンジである。2006年のサマーセールに上場され、大谷義信行に1 5 2 2万5000円で、落札される。デビューは、新馬戦が終了していた4月の阪神の未勝利戦。当時は芝2000メートルでのデビューだったが発着だった。 その後も芝のレースを3走も着外だった。そして3歳未勝利戦が終了する10月の阪神、未勝利戦で初めてダート戦に出走。直線抜け出して初勝利を挙げた。1月の京都500万下も連勝。1走挟んだ3月阪神の1000万下も勝ち3勝目となった。しかし準オープンは2戦して勝利を挙げられず、高級した。 1000万下のレースは2走するも勝利を飾れなかった。4勝目となったのは11月の京都戦。直線抜け出しての勝利となった。暮れの阪神の準オープンは一番人気になったが発着に敗れる。1月の京都の準オープンの初夢ステークスも一番人気になりここは人気に応えて勝利を飾り、オープン入りを果たした。 初の重賞挑戦となった平安ステークスは一番人気になるも二着赤敗した。三ヶ月休養を明けたアンタレスステークスは直線差し切り、重賞初制覇した。その後再び休養に入り11月の宮古ステークスに出走も11着惨敗。続く GI 初挑戦となったジャパンカップダートも八着に敗れた。平安ステークスは二番人気も直線抜け出して、 重症2勝目を挙げた。フェブラリーステークスでは3.4番手から競馬を進めたが直線で失速し9着に終わった。連覇のかかったアンターレスステークスでは先段追走も失速し11着に終わった。休養に入った後、9月のエルムステークスでは先行し4着となった。十一月の宮ステークスでは中段追走も失速し十着。名古屋大象点は三番手追走も 直線で日本ピロアワーズに6馬審査をつけられ2着。4月のアンタレスステークスは4番手につけたが直線で伸びきれず9着。6月のオーヌマステークスでは先段追走も5着に、敗れる。8月のブリーダーズゴールドカップでは6頭立ての5着だった。白山大賞店では6着。浦和記念では5着に敗れた。3月の名古屋大賞店から指導し3着。続く、 アンタレスステークス8着、平安ステークス14着に敗れた。8月23日付で競争馬登録を抹消、引退した。引退後はニーカップタガノファームで、タネボバとなる。3区の大新ステルラが2017年の10月22日、新潟5レースで勝利し、3区の JRA 初勝利をマークした。2016年7月に、用途変更となり、主ュボ引退。 ありがとうございます。